続いて、6551のこういうスナップボタンのこの文字の溝を電動歯ブラシのソニックケアで、綺麗にしていきます。はい、こんな感じで、文字の中の緑章まで綺麗に取れました。こっち側もやっていきます。綺麗になりました。こういったスナップボタンも超音波洗浄機かけてブラッシングするとここまで綺麗になります。文字の刻印の中のこういう緑サビみたいなのとかも取れますね。